菅首相、感染症対策を要請、3週間が極めて重要。先ほど菅首相が記者団に対してこのような発言をいたしました。昨日の分科会でも飲食店の営業時間の短縮が極めて重要であるという指摘を受けました。それを踏まえて札幌市に加え東京都、大阪市、名古屋市においても飲食店の時間短縮、今週末から行うことにいたします。時間短縮に協力してくれたすべての店舗に対して、国としてしっかり支援をしていきたい。このように思います。さらに昨日の分科会の提言を受けて、各都道府県で早急に病床の確保に努めます。感染拡大地域の保健所に派遣をするための保健師などの専門職について、これまでの倍の1200人名を確保いたしました。各地の保健所にしっかり派遣をして応援したい、このように考えています。こうした対策を先ほど3大臣に指示をいたしました。また分科会でも指摘をされてますように、この3週間が極めて重要な時期だと、こういうご指摘をいただいています。国民の皆さんにおかれまして、ぜひともマスクの着用、手洗い、そして3密の回避という、この感染拡大防止の基本的な対策にぜひご協力をいただきたいと思います。皆さんと一緒になってこの感染拡大を何としても乗り越えていきたい。ぜひともよろしくお願いを申し上げます。以上です。このようになっておりまして、先日西村大臣は感染がさらに広がると次のステージ4になると緊急事態宣言が視野に入ってくると説明し、3週間の間に感染症対策を徹底し、感染拡大を何としても防がなければいけないと要請しておりましたが、本日も菅首相がこのような要請をいたしました。こういった感染症対策、手洗いや様々な消毒の徹底、また3密や5つの場面を回避することによって感染拡大が防げることが確認されておりますので、皆様マスクの着用なども徹底していただき、なんとか感染が拡大しないように日常生活を維持しながらご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。